こんにちは、ルチカル店長です。よろしくお願いします。今回はジャブスアルキビオから新作のご紹介です。大人気のマサッチョモデルです。まずはマサッチョモデルの特徴からご紹介したいと思います。見た目普通のノープリーツのスラックスに見えますが、両サイドにゴムが入っています。これで全体で 5,6 センチ伸びます。サイドに入っていていいなと思うのは、前から見ても後ろから見てもゴム感がわからない、ゴムのパンツを履いているように見えないのがいいところですね。そしてこの紐ですね、スポーティーに履く際は前でこの紐で結んでいただいて、ちらっとねこの先端見せて履いていただくのもいいと思います。シャツインしてベルトをする場合はこの紐は裏側から出せるので裏で結んでいただく。そして最大の特徴はこのセンタークリスです。通常ねスラックスはここにアイロンで線をつけますよね。それで綺麗に見せてるんですが、このマサッチョに関してはここをね全部最初からステッチで留めてます。なのでこのクリースラインが永久に消えないということで、履いた時の美しさを保ってくれる、そんなパンツです。そして素材です。今回はこれ新素材ですね。ナイロンのストレッチなんですが、今までジャブスで取り扱っているナイロンって結構シャカシャカしたりなんか光沢感のある素材が多かったんですが、こちらは結構マットな仕上がりです。どちらかというとちょっとツヤ感のある柔らかいコットンツイルといった感じでしょうかね。そんなに厚みもないです。なのでどちらかというとオールシーズン履いていただけるパターンだと思いますね。でもちろんめちゃくちゃ伸びます。シワにもなりにくいですね。柔らかくてね結構しっとりした素材です。今回はこのちょっとねベージュっぽい、これグレージュです。ベージュに近いかなっていった感じですね。この色とグレーです。このグレーとグレージュの2色でご用意しております。めちゃくちゃ伸びるんで快適だと思います。こちらも履いてみたいと思いますのでよろしくお願いします。いかがですかね、ジャブスアルキビオのマサッチョモデル。こんなシルエットいつも一緒ですね。細くて綺麗なシルエットです。スニーカー合わせもいいと思います。そしてねこれ今足入れして初めて気づいたんですが、横方向だけじゃなく縦方向も伸びます。全方位に伸びるストレッチ性がありますね。スポーティーすぎず変な光沢感も少ないのでめちゃくちゃ履きやすいと思います。ジャブスアルキビオの新素材ナイロンツイルストレッチです。ぜひお試しください。